この誰だか知らねえがぶっ殺してやる。威勢のいいこって。死ぬ気で踏ん張れ。
ずだ。仕掛けるぞ。千人斬りか。また変なあだ名つけられちまうな。仲間に何してくれてんだ。よくも仲間たちをやってくれたな。
夢、こいつは俺にとって夢なのか。俺は俺の国を手に入れる。違う、グリフィスの言うような具体的で到達点のはっきりしたものじゃ、高みで輝いているものじゃない。そう、これはもっと身近で俺の体の一部みたいなものだ。こいつのおかげで数えきれないほどの一瞬命をつなぎ、こいつがあったから俺はまた七に身を投げた。俺の生きてきたほとんどの時間、こいつは体の一部として傍らにあった。忘れられないこと、忘れられない人間、その全てを俺はこの切っ先で握った塚を通して感じてきた気がする。いや、実際手で触れたものより剣で触れたものの方が何千倍も多いんだ。まるで俺が生きてきたことそのものじゃねえか。自分の命そのものが一瞬目の前で弾けているような気がする。火花、俺も惹かれているのかな。火花に剣と剣が弾き出す小さな火花、自分と相手の生きてきた時間、全ての思い、存在そのものをぶつけて散らすちっぽけな光、命が見えているんだ。俺は剣を振る。グリフィスの言う夢ってのとは違うかもしれないが、誰のためでもない。流されるわけでも、今度こそ自分の意志で自分の一瞬の火花を弾き出すために。